んでさ、その時のあいつの顔おかしいの。顔真っ青にして泣きそうに声震わせて、大丈夫って私に抱きついてきてさ。大丈夫はこっちのセリフだっていうの。ほんとマジダッサい。あんまり無理しないでって何様のつもりなんだか。私がいなくちゃすぐに落ちぬクソ雑魚のくせにな。へえ、そうね。死ぬ時はあっさり死ぬわよね。生きてる以上は。何があったのバーバンシー、そこまでマスターを心配させるなんて。何って、丸一日寝込んでただけよ。カルデアだと人間の血吸えないでしょ。それで体調崩したのよ。あなただってそういう時あるでしょ。同じ吸血鬼なんだから。ああ、ブラッドバス、確かに最近はご無沙汰だから肌にツヤがないわ。でも間違わないで、私はあくまで血を好むだけ。あなたみたいに血を飲むわけじゃないのよ。それは大人の私の逸話。私が死んだ後に生まれた私。ああ、そんな話だったっけ。てめえも大概終わってんな。ま、私も血を吸わないとやっていけない吸血鬼ってわけじゃないけど。血を吸うのはあくまで魔力補充。美味しくて効率がいいから、たまにしたくなるだけ。他にご馳走があれば問題ないわ。マスターから絞り取る魔力で十分。生きるって点じゃ、カルデアはいいところよ。魔にも悪にも寛容だしな。っていうか、原因はきっとあれよね、あれ。寝込む前、あいつと映画を三日三晩はしごして、脳がふやけたんだって。二人きりで、夜通しで映画鑑賞？素敵ね。それこそ映画みたい。どんな映画だったの？どんなって、確か。そう。バレンタインって名のつくホラー映画を片っ端から見たの。暇だったから。でも、どんどんテンション下がっていったんだよな。ホラー映画なのに誰一人死ななくて。大抵最後に男と女ではしゃぎやがって。あんなにたくさん見たのに、一つもろくなオチがなかったのよ。見れば見るほど、こう、甘すぎて胸をかきむしりたくなるっていうか、だらしなく笑ってる雑魚どもの心臓をえぐり出したくなるっていうか。何それ、おかしいの？ねえ、まだ気づいてないの？バーバンシー。それ、本当は恋愛映画だったんじゃない？夢か。やば、寝てた。そっか。疲れたから仮眠を取ったんだ、私。眠るとおかしな映像を見るんだよな。サーヴァントは夢を見ないって話なのに。でも、それだけの会話あったぜ。カルデア中のチョコレートのリサーチ、これで終了。お母様から直々の命令だもの。張り切らないわけがないじゃない。あとは資料をまとめてリスト化してパワポも作ってっと。よし、完璧よ。か、ん、ぺ、き、なんてことのない任務だったわ。というか、サーヴァントどもちょろすぎだろ。マスターのためとか言えば、どいつもこいつもアホみたいに手札を晒しちゃってさ。そんなに楽しいのかしらね、バレンタイン。たかだかチョコを送るだけなのに。ああ、
でもあれか。このリストにあるやつ、何個かはあいつへのお返しってわけ。どれもこれも結構気合入ってるけど、あんなクソ雑魚人間にそんな価値ある？その気になれば遠くから釘ぶっ刺してイチコロじゃんか。っていうか、賄賂なの？賄賂ってやつ？これ。契約切られないための？まあ、そういうことなら仕方ないか。お母様に会えなくなっちゃうのは嫌だし、あいつの悲鳴、聞き応えあるし。私もチョコレート作ってあげようじゃない。たまにはご褒美も必要だしね。バレンタインに浮かれるクソザコ、今日もけなげに生きてる。血が足りなくて顔色朝から悪くないわよね。何警戒してんだよ。別に襲わねえよ。ほらベッド開けろ、座ってやるから。お前は床な、なめくじらしく地べた張ってろ。なに、緊張感ゼロ？それなりに慣れてるってこと？気に食わないけど、まあそこはいっか。それじゃあ血のバレンタイン行ってみよっか。はーい、注目。バレンタインだろ？お前にやるよ。ほら。いいだろ？全自動同族斬滅チョコレート。かわいいでしょ？私が作った妖精殺し。じゃなくて、チョコ殺し。これから一日、お前の周囲に近づいたチョコをぶっ壊す、頼れるチョコガード様ってわけ。なんでって、そりゃお前。と言っても、チョコレートか。ヒール型のチョコなら今すぐ作れるけど。それでいいのかしら。いやいやだけど、ご褒美になるんだし。せっかく作ってあげるんだから、もっとこう、私らしいアイディアじゃないと。バーバン氏、バーバン氏、悪辣に生きるのです、バーバン氏。すべてのチョコを破壊するのです、バーバン氏。ですが私のチョコだけは、わかりますね。頑張りなさい、バーバン氏。女王の後継者にふさわしくあれ。今のはイマジナリーお母様？そう、そう、また間違えるところだった。私はバーバン氏。誰もが恐れる悪の花。気の利くサーヴァントとして怖い刺激を提供してやろうじゃん。ダーツの的みたいにしてあげる。そもそもあいつにご褒美とかありえないし。いいえ、待ちなさいよ。私アイディアはひらめいたけど、どう作ればいいんだろう。自分から動き回るチョコとか妖精国の不思議にもなかったわよね。鳥を捕まえてチョコを塗りたくるとか？それとも、ガラテアっぽく武器とかつける？どっちもないな。美しくない。あくまでチョコが動くから面白いんであって。けどそんな魔術、お母様も知らないだろうし。この案は諦め。話は聞かせてもらいました。マーリン魔術の出番のようですね。
お前は！ま、あの子のことは置いといて。それ、今日一日ずっと動くからな。離れない、逃げられない。最高！お前が受け取るチョコ、みんなクッパみじんになっちゃえ！というわけで、私はここでビップ鑑賞。チョコが砕かれるたびにがっかりするあなたの顔をスケッチするわ。恋愛ものなんて飽き飽きだし、ホラー映画ってこういうものでしょ。